はい、じゃあ2回目のお話をしたいと思います。2回目はまた2つの宗教という題でお話をしようと思いますね。マルコによる福音書の第7章6節と7節、そしてまた15節、からお話をさせていただきたいというふうに思います。じゃあご一緒に読みましょうか。6節からですね。はい、イエスは彼らに言われた。イザヤはあなた方偽善者について予言をしてこう書いているが、まさにその通りです。この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。彼らが私を拝んでも無駄なことである。人間の教えを教えとして教えるだけだから。もう一つ次の言葉ですが、外側から人に入って人を汚すことのできるものは何もありません。人から出てくるものが人を汚すものなのです。イエス様がですね、地上においでになりましたときに、最もですね、心を通わせるのに、苦労なさった人々はどういう人であったかといいますと、決して、罪人でも病人でも一般の民衆でもまた外国人でもなかった。で、最も苦労なさったのはどういう人たちであるかというと、立派な人たちです。本当に不思議なんですけどもですね、ユダヤの道徳家であり、まあ、宗教家たちとイエス様はどうしても心を通い合わせることができなかったことは、皆さんも福音書を読めばよくお分かりいただけるというふうに思います。で、イエス様自身が一つのですね、信仰の創始者であったのにもかかわらず、彼は当時の宗教と非常に厳しい対決をなさった様子が福音書の中に書かれていますね。で、そういうところをこう読んでいくときに思うのは、福音書の大きなテーマはきっと本当の宗教とは一体何なのかということだと言って良いのかもしれません。したがってイエス様は当時の人々が非常に大切にしている宗教と、神様が本当に大切にしている宗教というものの性質との間に大きな違いがあったということですね。ですからイエス様は困惑なさいました。そしてまたイエス様が本当に大事なことを語られると、逆に当時の宗教家や道徳家たちは当惑した様子がもう随所に出てきますよね。で、そこでですね、おそらく当時の宗教家たちの宗教とイエス様の宗教との間には大変な開きがあった、違っていたんだと思いますね。そこで、今日皆さんと一緒に考えてみたいのは、その違いはどういうところにあったんだろう。そしていかがでしょうか。皆さんはどちらの宗教を奉じておいでになりますかということです。イエス様の宗教ですか、それとも当時の宗教家たちの宗教だろうかということですね。それをちょっと皆さんと一緒に考えてみたいと思っています。まず当時の宗教家たちの宗教について、聖書はこんなふうに語っていますね。昔の人たちの言い伝えを固く守って、手をよく洗わないで食事をせず、また市場から帰ってた時には体を清めてからでないと食事をしない。
まだこのことのほかにも、杯水差し、銅器を洗うことなどのしきたりも固く守ることであったというふうに、当時の宗教家たちの宗教について書いてあります。また他のいくつかの箇所を読んでいきますと、当時の宗教家たちにとって大切だったのは、傷ついた人が癒されることよりも安息日が守られることであったり、会員の女が再生への道を見出すことよりも、そんな女は石で打てと書かれたモーセの律法が守られることの方がずっと大事だったわけですね。まあ、そういうような彼らの宗教生活をイエス様は痛烈に批判なさいました。そして預言者イザヤの言葉を引用してこう言われたんです。この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。表向きは大変ま宗教熱心なんですが、また神様を大切にしていると真剣に確かに思ってはいるんですけれども、なぜかちぐはぐですね。で、心は神様から遠く離れているというのがイエス様の観察でありました。で、しかし考えてみると、彼らがですね、懸命に守ろうとしていた宗教活動は、それ自体決して悪いものではありません。で、いかがでしょうか。安息日を守るということは悪いことですか。で、悪いことじゃないですね。あるいは断食することも決して悪いことではないですよね。ですから、彼らがさまざまな形で営んでいる宗教活動、それ自身は決して悪いものではなかったかもしれません。だけれども、イエス様が問題なさったのは、もしそれらがただ外側だけにとどまっているならば、おそらくそういう宗教活動はそれだけで終わってしまうだろうというふうにおっしゃったんですね。ちょうど食べ物が口から入って外に出ていくように、それらの宗教活動はみんな外側から入ってまた外側へ出ていくだろうということですね。食べたものが全部ですね、このお腹を通って外に川へ出るように、そういう宗教活動は全部人の体を通って外に出ていくだけだ。つまりどういうことか、その人の心を変えるということが全くないんだということをですね、おっしゃったんだというふうに思いますね。言い換えれば、そうした宗教活動は良いことではあるけれども、みんな外側のことで、人を汚しもしなければ清めもしないということです。で、しかしイエス様はですね、問題なさったものがあります。それは人の心から出てくるもの、これは人を汚すんだとおっしゃいましたね。誠の宗教が取り扱うべきものはその心なんです。それがイエス様がおっしゃりたいことだったんだと思いますね。ですから、その心を取り扱わないで宗教は何の意味もないとイエス様は言われました。人から出るもの、これは人を汚すんです。内側から、すなわち人の心から出てくるものは何ですか。悪い考え、不貧困、盗み、殺人、姦淫、貪欲、横島、欺き、公職、妬み、そしり、高ぶり、愚かさであり、これらの悪は皆内側から出て人を汚すのですと、こういうふうにイエス様は言っしゃいましたね。こういうふうにですね、当時の宗教家たちがとても大事にしている安息日を守ったり、断食をしたり、また生贄を捧げたりすることは全部外側のことでですね、口から入ってみんな外へ出ていくように、それらのものは何ら人間の心に影響を与えないで外に出ていってしまうものだというふうにおっしゃった。それならば、ちょっと考えてみたいのは、
一体皆さん、多くの世の中の人々が、まあ、キリスト教について考えるときに何を思い起こすかということです。キリスト教という宗教は一体どういうようなものによって人々に思い描かれているか、あるいはひょっとしたらクリスチャンもそういうものがキリスト教だと思っているものがありはしないか。例えば教会の建物を見ると、ああ教会だな、それキリスト教だっていう人もいるかもしれないですね。で、街道建築なんかやるときは教会はもう大イベントです。みんながそういったことに心を向けますよね。でもそれは教会堂です。あるいは十字架っていうものも、ああそれ教会だなと思いますね。あるいは聖書も教会のイメージがあります。賛美歌も日曜日の礼拝も牧師の説教もクリスマスもキャンプも様々な教会の行事、これら全部は教会だと思います。宗教だと思うとすると、これはみんなですね、外側から見えることなんです。で、私たちの教会はですね、土地が借地であったので長い間法人化ができませんでした。けれども非常に長い間教会生活をしているので、ある条件で借地であっても法人化できますよと県庁の方から言ってくださったので、何年か前にこれを法人化しましたね。その結果ですね、まあある意味で、この活動は営利団体ではないということが認められて、それで固定資産税を払わなくて済むようになったですね。その代わり、県庁に対してどんなことをしなければならなかったかというと、我々の教会、これが宗教であることを証明する、それを提示しなければいけなかったんですね。では国がですね、県が求めたものは何かというとですね、我々が宗教活動をしている営利団体ではないということを立証するために、提出しなければならなかったのは何かというと、全部教会の行事の報告なんです。つまり礼拝を何回やったか、キャンプはやったか、クリスマスはやったか、昇天者記念礼拝はやったか、伝道会はやったか、コンサートはやったか、一年の活動を全部書いたものを提出します。それにどれぐらいの人々が来たか、そうすると当局は、あ、これは宗教活動と認めます。つまり世の中の人が宗教として見るものはみんな外部のことなんですね。で、それはとても彼らにとっては大事なことです。言い換えから社会から見る宗教とは、みんな外側から見える活動のことで、そこで当時のパリサイ人たちもみんなその行事を行うことに余念がなかったんです。もちろんそれらは悪いものではありません。だけれども時々やっぱり考えますね。もしそういう活動を教会が、ね、毎年忙しくやって、それをですね、全部この成し遂げることを最大の目的としているならばですね、それだけでもし終わるならば、イエス様がご覧になるときに、ああ、それらはみんな外側のことで、そしてイエス様の言葉を借りると、それらは全部腹に入って川屋に出ていくものだというふうに言われかねないという問題もあると思いますね。つまり律法を守っても、聖書を研究しても、賛美歌を歌っても、クリスマス会をやっても、それが皆さん心に変革を与えないならば、それらはみんな外から入って外に出ていってしまうものです。イエス様が批判されたのは、それらのものが一向に心に入っていかない、そういう外側の宗教を批判なさったんだと思いますね。ですから、こうしたイエス様の言動というものは、随分我々に考えさせられるものがあるわけですね。で、それならイエス様にとって、宗教とは何であったかと言いますとですね、イエス様の関心は宗教行事にはあまりありませんでした。生贄をどれぐらい捧げるかとか、
安息日を守るかということもそんなに大きな関心はなかった。あるいは説教の良し悪しだって、あまり関心はなかった。では何になったかっていうと、イエス様の関心があったのは、人の心は変えられるかということです。人の心の痛みは癒されているかということです。あるいは人は慰められているかということです。あるいはまた人は教会に来て生きる意味を見出しているかということです。あるいはまた人々は神にあるところの喜びと平和に満たされているか。こういうことがイエス様にとって非常に大切なことだったんだというふうに思いますね。ですから確かに教会の行事も大切です。しかしながら大事なことは人々の心が変革していく、そういうこと、神様に触れている、そういうようなことの方がはるかに重要なんだ。それが行われない全ての外側の宗教活動にどれだけの意味があるだろうかということがイエス様の問いかけだったのかなというふうに思いますね。まあですね、随分前のことですけども、私たちがこの教会堂を建てることになった時のことですね。三十数年も前のことですが、以前はですね、この町にあった保健所の古い建物を借りて、それを改装して、そしてこの礼拝をしておりました。でも雨漏りがひどくて、いろんなところが傷んでいましたので、家主さんに聞いて、もし土地を貸していただけるならば、この建物を壊して、そうして新しい教会堂を建てたいんですが、というお願いしたら、まあ、一応許可をしてくれた。それで、古い懐かしい、保健所跡の建物、そこで僕たちは礼拝をしたり日曜学校をやったりしたんですけども、それを取り壊すことになったわけですね。でみんなはですね、思い出がたくさん詰まった建物なので、この建物は確かにもう傷んで雨漏りもして、ひどい建物だけれども、しかし僕たちのために本当に奉仕してくれた立派な建物だとみんな思いました。だからもうすぐに解体されるんだけれども、その前にね、みんな若者たち集まって何をしたか、教会堂の中を大掃除しました。きれいにしました。どうせ明日壊されるんですよ。窓拭きまでやりましたですね。明日全部粉々に壊されるのに、我々はですね、自分たちのために奉仕してくれたこの建物に敬意を払おうじゃないかって言ってですね、まあそういうような大掃除をしたことを思い起こしますね。まあそういう意味で建物にもですね、たくさんの思い出があって、そして、古くてもですね、何か意味を私たちに与えてくれると思いますね。ところがその時で大学生の一人がですね、詩を書いてくれた。こういう詩です。教会は建物ではないと知ってはいるつもりでしたが、今雨に打たれ堂々としている残骸を目の前にしていると、この建物は教会だったと言い残してあげたくなります。私はここであなたに出会いました。私はここで育てられました。教会は建物ではないかもしれないけれど、あなたは教会だった。あの時のあの決心、あの時の床に落ちた涙、私はここで神様に出会ったんです。私はここで育てられたんです。あなたの黒茶けた肌に満開の桜はよく似合っていました。雨に濡れた緑もよく生えていた。こうやってじっとしていても、時間はどんどん過ぎているのですね。振り返るのは良くないけれど、今はとても懐かしいというようなね、詩を書いてくれましたね。ですからそれは古い建物です。残骸にすぎません。でも彼らがとても懐かしむのは何か。そこでですね、流された涙です。捧げられた祈りです。そういうものがあるゆえに、建物がとても懐かしいんだと思いますね。ですから、ああ、なるほど。本当の宗教っていうのはですね、そこにある感動です。祈りです。心からの賛美と礼拝です。
また神様との人格的な出会いです。そしてその結果として起こってくる私たち自身の内面的な変革というものが、実は我々の信仰で最も大事なことなんだと思います。イエス様は言いました。神の国は飲み食いではなく、義と平和と聖霊による喜びなんだとおっしゃったんですね。まあ、こういったところにイエス様の宗教の根幹があったような気がしますね。で、そういう意味で私たちはですね、もう一度ですね、この信仰というものを考えるときに、どこに力点を置くのかということをですね、考えてみたいなと思います。願くば、私たちが周りの人に福音を伝えるときに、形式ではなくて、形ではなくて、あるいはさまざまなことを守ることではなくて、本当に神様と出会って心が変えられるような福音というものをですね、お伝えできたらいいなというふうに思いますね。で、私の妻もね、実は本物志向なんですね。本物宗教以外では満足しません。したがってですね、私の妻は世間体をほとんど気にしないですね。例えば、まあ、私たち結婚してもう50年になるんですけどですね、でも時々意見が違って議論になることがあります。で、もし私がね、その彼女を説得しようとして、もう語気をもう少しでも荒げようとするなら、妻はどうすると思いますか？私たちはね、教会の2階に住んでる、それは牧師館ですね。で、もし僕が非常に語気を強めて何か乱暴に彼女に答えようとするとね、もうすぐに2階の今の窓をですね、外に向かって全部開くんですよ。そして何て言うかというと、皆さんご覧ください、私の夫は牧師ですが、妻の私にはこんなに意地悪ですと叫び始めるので、で、僕はもう大慌てで窓を閉めて回りますね。そしてひたすら謝ります。私はもう世間体をとても気にするんです。彼女は気にしない。本物志向ですからね。ですから、彼女にとっては、私の説教、私の評判なんか何の意味もありません。もし私に、思いやりも、優しさも、愛もなければ、どんなに私が良い説教をしても、そんなものに何の価値があろう、と言うんですよ。ねえ、彼女は私に、本物を期待するんです。それ以下のもので満足しません。で、僕はいつも思います。すごい女性を僕は自分の妻にしたもんだなと思いますね。でも彼女は正しいですね。パウロも言いましたよ。たとえ私が人の威厳や御使いの威厳を話しても愛がないなら、やかましいドラやうるさいシンバルと同じですと言いました。またたとえ私が予言の賜物を持っており、またあらゆる奥義とあらゆる知識とに通じ、また山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、愛はないなら何の値打ちもありません。またたとえ私が持っているものの全部を貧しい人たちに分け与え、また私の体を焼かれるために渡しても、愛がなければ何の役にも立ちません。なんとですね、多くの宗教活動がこの並べられていることでしょうか。いずれも立派な活動じゃありませんか。威厳で話すこと、予言の賜物を持っていること、奥義や知識に通じていること、山を動かすほどの信仰を持っていること、貧しい人に自分が持ち物全部を与え、時には命さえも惜しまないこと。皆さんですね、これ以上の宗教活動っていうものがあるでしょうか。それなのにですね、パウロは言い切りますですね、愛がなければそれらのすべての宗教活動は何の意味もないのだと言い切ったんですね。人間が行いうる宗教活動が次々とですね、大波のように打ち寄せていますけれども、もし
愛がなければという大きな岩にぶつかってですね、それらのものは全部跳ねつけられ、跡形もなく消えてなくなっていく姿をパウロは描いていますね。で、僕は思います。いろんな宗教活動が素晴らしく行われても、もしそこに愛がなければ、もしそこに人を慰めるものがなければ、もしそこに人を生かす力がなければ、そうしたものにどんな意味があるだろうか。一体我々が行っている宗教活動って意味のあるものなのかということを時々ですね、立ち止まって考える必要があるなと思いますね。皆さん、パウロはですね、クリスチャンになって初めて宗教を持った人ではないんです。もともと宗教的な人だったんですね。ご存知の通り。偉大な宗教家でした。彼は言います。私は8日目の割礼を受け、イスラエル民族に属し、ベニヤミンの別れの者です。生っ粋のヘブル人で、律法についてはパリサイ人。その熱心は教会を迫害したほどで、律法による義についてならば、非難されるところのないものです。これがですね、彼の誇る宗教でした。パウロの宗教でしたね。私は非難されるところがないと言い切れるほどにですね、熱心なる宗教家でしたね。彼ほどの宗教家はいなかっただろうと思います。彼ほどの道徳家もいなかっただろうと思います。また彼ほどに聖書を熟知していた人もいなかったんではないでしょうかね。それなのにですね、彼の奉ずる宗教は皆さん、イエス様の宗教とは違っていました。で、しかしやがて彼はイエス様の宗教に触れますね。いつでしたか？どうやって彼はイエス様の宗教に触れたんですか？ご存知のように、ある日彼はクリスチャンを捕らえ、投獄するためにダマスコの途上にありました。すると突然イエスの光に照らされて地に倒されますね。彼はイエス様に言います。主よ、あなたはどなたですか？あなたが迫害しているナザレのイエスだとイエス様はおっしゃる。その威厳ある声にですね、パウロは驚愕しますね。恐れ、おののきます。そして畏敬の念に打たれますね。その時、彼のこれまで持っていた自信、誇りはことごとく打ち砕かれます。そして彼がたどり着いたのは何ですか？自分がいかに弱い、力のない存在であるかということを嫌というほどに知らされます。それが皆さん、彼の会心の瞬間でした。それが彼がイエス様の宗教に触れた瞬間だったんですね。このようにイエスの宗教がその人にもたらすものは何かというと、何だと思いますか？その人を徹底的に弱くします。これがイエス様の宗教です。イエスキリストがもたらす最大のもの、それは我々がいかに弱い存在であるかということを知ることです。ここからイエスの宗教っていうのを始まっていくと思いますね。ペテロの場合もそうだったではありませんか。ね、イエスは自分の死を予告されました。するとペテロは何て言いましたか。彼は豪語しましたよ。あなたのためだったら私は命も捨てますと言いましたよ。それを聞いて、もちろんイエス様は嬉しかったでしょう。しかしながらイエス様はその自信にあふれたペテロに向かって言われました。あなたは私のためになら死ぬとまで言うのか。しかしながらあなたは鶏が鳴く前に私を三度知らないと言うだろう。そんなことありえないとペテロは思いましたね。やがてイエス様が捕らえられるとペテロは怖くなって人々がね、あなたはあのイエスと一緒にいたじゃないかと言うとですね、彼はそれを打ち消して、いいえ、私は知らないと言いました。いや、そうだ、
確かに私はあなたを見たとその人が言うと、また言いました、知らない、知らない、私はあの人と何の関係もない。三度拒絶したときに鶏が鳴いたと書かれていますね。すると連れ行かれるイエスが後ろを振り返り、ペテロをご覧になりました。その時ペテロはイエスの眼差しを見て、わーっと泣いたとあります。彼の確信、彼の自信は全部打ち砕かれました。簡単にイエス様を裏切ってしまう自分がもう悲しくて悲しくて泣きました。その時イエス様の宗教は彼の心深くに入っていったんだと思います。このようにイエス様の宗教っていうのはですね、皆さん人の心を打ち砕いて弱くする、これは実は始まりですね。ですから私はね、聖書を全部読んだとかですね、私はですね安息日を、ね、全部守っているとか、そうした我々の宗教的自信や確信っていうのは必ずしもですねイエス様が喜ばれるというふうには思えない部分があります。むしろですね、私たちはそうした自分が成し遂げてきたすべての成果、努力、そういったものを放り投げて、神様の周りはなんと自分は醜く弱く、そしてまた本当に悲しい存在であるかを嫌というほど知るときに、皆さんイエス様の宗教というのは深く深く僕たちの心に入っていきます。そしてイエス様のもう素晴らしい慈しみの中に私たちの心は癒されて変革されていくんだろうなと思うんですね。皆さん、これがイエス様の宗教だと思います。で、こういうふうにイエス様の宗教の最大の特徴は人を弱さに導くということです。また弱くなければ皆さんイエス様の宗教はわからない。で、それはなぜかというとね、神の力は弱いところに働くからです。パウロはある時、自分を苦しめる一つの棘を取ってくださいと、ね、三度、ね、祈りました。しかし神は言われましたね、私の恵みはあなたに十分です。というのは、私の力は弱さのうちに完全に働くからです。で、この言葉をパウロは聞きましたですね。その時彼は言いました、私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに私の弱さを誇りましょう。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからです。これがイエスの宗教の最大の特徴だったのだと思います。皆さん、旧約聖書の中で非常に深い信仰を持った人の一人に、やっぱり誰でもダビデという人を挙げるだろうと思いますね。で、なぜならダビデは何と言われましたか。神様から私の心にかなった人と言われたんですよ。驚くべきですですね。しかし皆さんは彼の生涯をよく知っています。彼はなんと我々はとてもやらないような犯罪をやった人でもあるんですよですね。そうした人にもかかわらず、どうして彼はですね、神の心にかなった人だと言われるんだろうというふうに思いますね。彼はですね、自分の罪なんかですね、この少しも責めないで、そうして他人の罪を責めるような人間でありました。その時にナタンがですね、このダビデに向かって、あなたがその人だと、こういうふうに罪を責めた時に彼は砕かれてひれ伏しました。そして泣いて悔い改めたですよね。で、彼がその罪のどん底で神の憐れみにすがってですね、そしてですね、祈った。で、その時の体験から生まれたものが詩編の51編の祈りですね。その祈りでこう言いました。神への生贄は砕かれた魂、砕かれた悔いた心、神よ、あなたはそれを蔑まれません
という有名な祈りを捧げました。その時彼はもう羊飼いでも詩人でも威厳ある王でもありません。ただ神様の憐れみにすがるより他生きる術を持たない悔い崩れた一人の人間でしたね。でこうしてダビデがですね、誰よりも神様の心の中に深く入っていったのはなぜかというとですね、彼が自分の弱さを徹底的に経験し、そして神の前に砕かれたからだろうなと思います。皆さん、ここからですね、神の力が働きます。イエスの宗教が我々を導くところは、ここなんだろうなと思いますね。で、僕もそのイエスの宗教が最初はよくわからなかった。自分は一生懸命聖書を読んで、説教の技術も学んで、そして自分の説教によって人を変えるんだぐらいに思ってたと思いますよ。しかし、だんだんやっていくうちに、神は徹底的にですね、僕を砕き始められた。で、本当の力っていうのは強いところではない。弱いところに、実は神様の力が働くんだな、というふうに思います。皆さんもですからね、弱いことを恥じないでください。で、そういうところを神様はね、逆に力強く用いてくださると思いますね。で、僕はですね、やっぱり長い間クリスチャンを生活をすれば、だん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 もう少し立派な、マシな人間になっていくのかなと思っていましたが、クリスチャンになってもう60年になりますが、皆さん、やっぱり同じです。死ぬまで、ね、自分の弱さを持ちながら、イエス様によって癒され、慰められながら生きていくのが人間の人生なんだなと思います。ないならば、栄光は皆イエス様にこそあるべきだからですね。まあ、随分前のことですが、ある家庭集会に、でのことですね。そこに突然ですね、旅行中のご夫婦が、参加されました。で、奥さんはクリスチャンだったんですね。たまたま、まあ、僕たちが家庭集会をしているというので、本当は旅行中ですから、確か福岡かどっかの人だったと思いますよね。ある将来、家をその近くに買いたいと思って見て回っておいでになった。たまたま出会って、このクリスチャンということが分かって、実はその近くでいつも牧師さんが来て家庭集会をしていますよということを聞いたので、ぜひ訪ねたいと思って来られたんですね。ですが僕たちは歓迎しました。どうぞどうぞというわけで、そのお二人がですね、この集会に参加してくださったんですね。奥さんは熱心なクリスチャンだということでしたが、ご主人はそうで、ありませんでした。でもですね、まあ、そこの集会に集っている私たちの教会の一人のご婦人がですね、ご主人に、まあ、言ったんですね。奥さんがクリスチャンですとよろしいでしょって言ったんですね。奥さんがクリスチャンですともうお優しくて、よろしいでしょとこういうふうに、ご主人に、まあ、私たちの教会のある信徒の方が聞いたんですね。そうするとですね、そのご主人が返事する前にですね、もう奥さんが激しく手を横に振って答えました。いいえいいえ、もう私はちっとも優しくなんかないんです。私の気性はもう激しいし、そして教会に行っても私がちっとも変わらないんで、主人はもういつまで経っても、ね、クリスチャンになってくれません。もうみんな私が悪いからなんですと一生懸命弁解をなさるんですね。それで一瞬私たちはですね、戸惑いました。それでどう言っていいかわからなかったんですけども、するとですね、隣にいました彼女のご主人が静かな口調で話し始めたんです。まあ、ここにおられる方は皆さんクリスチャンのようですから言いますけどね、でここだけの話ですよ。こんなことはまだ誰にも言ったことはないし、もちろん、妻にも言ったことはありません。でも言わせていただくと、実は妻が教会に行くようになって、本当を言うと彼女は変わったんですよと言いました。私への態度がうーんと優しくなりましたとご主人が言われたんですね。それを聞いた奥さんの目からね、涙がドーッと
溢れてきたんですよ。おそらく初めてご主人がそんなことを言うのを聞いたんだと思いますね。で、自分の信仰に対するもう自分の夫の初めての言葉であり評価だったんですよ。夫はそんな風に思っていてくれたのか。もうですね、僕たちもその奥さんの正直な感激の涙を見てですね、一瞬何とも言えない感動に包まれたことをね、思い起こします。で、多分その奥さんはですね、何とか変わろうとして努力なさったんだと思いますよ。でも努力しても相変わらずの自分がとても悲しかった。何度もそのために祈られたと思いますよ。そのためにですね、彼女はですね、本当に変わっていかない自分が悲しくて仕方がなかった。しかしながらですね、そうした中で、私の恵みはあなたに十分です。というのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからです。というですね、神様の言葉をですね、聞いて慰められたことがあったかもしれない。いずれにしてもですね、奥さんがですね、この自分の罪や過ちをですね、悲しむ心っていうのは、不思議にですね、それはご主人の心を動かしていたんだと思います。ね、ですから、時々ですね、人の心を動かすのは、私たちの立派な行いじゃない。むしろ、私たちの正直な心ですね、あるいは神様の前に砕かれて、時々誰もいないところで涙を流している、そういうような心が、いつの間にか誰かの心に変化を与えているということがあるんじゃないでしょうか。ですから、人の心を動かすのは、ああ、立派な行いじゃないんだな。むしろ私たちの弱さや愚かさを素直に認めて、それを悲しむ心が、人の心を溶かしていくんだなということをですね、その時のことを思い出しながら思ったものでしたね。ですからパウロは確信して言いました。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇ろう。私が弱い時にこそ私は強いからです。これが皆さん、イエスの宗教です。いかがですかですね。皆さんもどうかですね、この何と言いましょうか、イエス様があの当時とてもイエスの宗教は理解されなかった。律法学者も道徳家たちも特に立派な人たちに理解されなかった。しかしイエスの宗教を理解した人たちは自分の罪を悲しんでいる人でした。自分の弱さを、ね、深く知っている人たちはイエス様の宗教によってどれぐらい慰められ、かつまたこの変革をですね、遂げていったか分かりません。ぜひですね、皆さんもこのイエス様の宗教に深く触れつつですね、これからの伝道あるいはクリスチャン生活を営んでほしいというふうに思います。じゃあお祈りをしたいと思います。天の父なる神様、あなたの恵みを感謝いたします。今日はイエスの宗教とは何であったかということを共に学んできました。外側から人に入ってくるものはです。本当に何一つこの私たちを変えることはできませんけれども、本当にあなたの言葉は、あなたの慰めの言葉は、私たちも変革していきます。どうか私たちが外側のさまざまな活動によってこの見失うことがないように、本当のものを見失うことがないように、私どもを導いてくださいますようにお願いをいたします。今日もこうしてあなたが2000年前に本当に人々を深く慰められた信仰の性質が、内容がどういうものであったかということを少しでも知ることができて感謝します。学生の皆さんをあなたが祝福してくださいますように、皆によって祈ります。アーメン。はい、じゃああと7、8分ありますね。じゃあ
じゃあこれ、この質問に少し答えてみましょうかね。集中して聖書を読むにはどうしたらいいですか。まあ、聖書を読むっていうことは確かにあのクリスチャン生活の中で非常に大切なことなので、まあ、皆さんにですね、聖書は神の言葉とどういうふうに日々我々はまあ触れていったらいいのかについて若干ですね、お答えしてみたいというふうに思いますね。で、例えば、まあ、皆さん聖書をですね、一つの知識としてこの学ぼうと思うと、これは膨大な書物です。一生かかっても当然分かりません。ですから聖書っていうのはそういうような目的のためにあるのではないのではないかというのが僕の考えです。つまりイエス・キリストは教師である以上に救い主です。ですね。ですから学校の教師は我々に知識を教えてくれますが、でもですね、イエス様は教師というよりも救い主であり、したがって宗教というものはどちらかというと人に知識を与えるのではなくて、むしろ人を慰めたり、人を生かしたり、人に勇気を与えたり、まあ、そういうようなことをするのが、まあ、一つの意味だと思いますね。ですから僕はどちらかというと、聖書は何のために朝開くかというとですね、慰められるために読みます。力を得るために読みますですね。まあ、そういうような一つのものとして、僕は聖書を読むようになって、つまり神様が直接自分に語りかけてくださっている言葉だ。ですから客観的よりも、まあ、僕個人は主観的に読む方が多い。それは僕の読み方です。ですね。で、皆さんもできるならですね、もし聖書を客観的に大きな学問の書として見ると圧倒されますから、むしろこの言葉を通して今日も神様は自分を励まして慰めてくださる。そういうような思いで、今日はどんな言葉を持って私を慰めてくださいますか、励ましてくださいますか、というような気持ちでですね、読まれる。これは、まあ、まあ僕自身がですね、聖書を読む読み方ですね。で、まあ、私たちの教会で高校生の一人の高校生がですね、まあ、クリスチャンになりましたね。で、そして、卒業すると本田技研という会社で働くようになりましたね。それで、まあ、ある時、彼が来たので、聞きました。君はね、仕事が終わったら何をしてるって聞いたらですね、僕は毎日、何もすることがないんでテレビを見てますってこういうふうに言ったんですね。それで僕は、彼はまだ19歳でしたね、ですからもったいないなと思って言いました。テレビを見る前にね、聖書を読んでみたらどうですかって言ったんですね。とにかく一生でもいいので、とにかく前からマタイの福音書、前から一章ずつ順番に読みなさいって言ったんですね。わかりましたって言ってね、彼は一週間経って、この毎日、まあ一章ずつ読んでますが、あまりわかりませんって言ったんですね。うん、そうだよね。難しいよね、聖書は。で、それで、僕はね、じゃあ今日からはノートを買ってくださいって。で、ノートを買って。そして一章読んだらね、まずなんとなく気になる言葉をとにかく見つけてください。一章読んでも何にも心に残らなかったらば、もう一回読んでください。うまく説明できないけれども、ここはなんとなく好きだなっていう言葉があったら、そこに線を引いてくださいって言ったんですね。で、次の週に彼は聖書を持ってきました。
で、こんなところに線を引きました。ああ、なかなかいいところに線引いてるじゃないっていうふうに言ったんですね。じゃあ今度はね、大学ノートを買ってね、その線を引いたところをね、書き写してください。これから毎週一章を読んで、その中で気に入った言葉を線を引いて、それを大学ノートにそこだけ書き写して、次の週持ってきてって言ったんですね。で、彼は大学ノートに自分が好きだなと思う言葉を一つずつ書き写して、一日にね、一つの文章を書き写して持ってきたんです。それで、それをこう見ると、とてもなんとなくいい言葉を選んでいることにね、僕も感心しました。それで、今度は次の週はね、今度は読んで、気に入ったところに線を引いて、そしてそれを書き写したならば、なぜこれが好きなのかなと考えてね、なんとなくこの言葉が好きな意味を書いてって言ったんです。この言葉がなんとなく僕を励ましたと思ったらそう書いてる。あるいはこの言葉で、あ、そうか、やっぱりこんなことはやっちゃいけないんだなと思ったらそれを書いて。とにかくその言葉がなぜ自分が書き写したかの理由を書いてほしいって言ったんですね。そしたら次の週持ってきました。そしたら書き写しただけではなくて、なぜその言葉が私の心に残ったかということを書いていくんですよ。それを1ヶ月続けていくとね、なんだか随分立派なことを書く。最初はちょこっとしか書いてなかったのに、いろんなことを書き始めたんですね。そして随分君は聖書の言葉を、ね、意味深く考えるようになったねとこういうふうに言いました。で、それを通していつの間にか彼はですね、大学ノートに自分が聖書の言葉を通して何を教えられたかの記録を2ヶ月分書いたんですよ。これは大変な記録です。それは2ヶ月間の彼の心の記録なんですよ。もし皆さんがこれを1年間続けられるとですね、1年間、神は私に何を語られたかの素晴らしい記録になります。たくさんのことを書く必要はないんですよ。たった一つだけ選んで書いていくならば。で、そうするとですね、そこから皆さんは、私は去年、神様からこんなことを教えられましたということを人々に明かしすることができます。ですから、それは皆さんが体験した言葉だから、それを人々に話すとね、それは力強く人々に語っていきます。実は以上述べたことは、僕の説教の作り方。1年間、僕はそうやって聖書を読みながら、そういう言葉がなぜ自分の心に響いているのか、神はこれを通して私に何を語っておいでになるのか、そんなことを考えながら、そしてまた散歩をするときにはそれを思い巡らしながら歩きます。こうして神様はね、そういう言葉からたくさんの新鮮なことを教えてくださいます。ですからどうぞ皆さんですね、聖書をどう読んだらいいですか？一日一章で構わない。その中の一節を黙想するで構わない。でもそれはなぜなのか、神はこれを通して私に何を語っておいでになるのかというようなことを考えながらですね、それをちょっとだけでも書けたら素晴らしいなと思います。ぜひそういうような学びをやっていただけたらというふうに思いまして、ですからよろしいですか、集中して聖書を読むにはどうしたらいいですかという質問に対してお答えになったかどうか分かりませんけれども、参考にしていただきたいというふうに思います。では今日は22分、あと2分か3分ありますけど終わりたいというふうに思いますね。